BD-1BD-1 とは、ドイツの R&M 社が販売する、折りたたみ自転車。スポーツ折りたたみ自転車の代名詞的な存在とされる。2014年12月31日までは、商標の関係上 R&M の開発コードである、BD-1 と名付けられていた。ドイツの大学で、機械工学を学んでいたハイコミューラーとマーカスリーズが、 従来になかった、スポーツ志向の折りたたみ自転車として考案。サスペンション構造を活用した折りたたみ機構を備え、折りたたみ自転車の構造的な弱点とされてきた、メインフレームの関節構造を廃し、車体の合成と耐久性を高めているのが特徴とされる。日本の総代理店は株式会社、ファビタパシフィックサイクルズジャパン事業部。2009年には、 BD-1 とブロンプトンの歴史と歴代の実写が展示されたギャラリー M が東京都豊島区大塚に開設された。生産は台湾のパシフィックサイクルズ社により行われ、プジョーもトシ来る、ジープやビアンキへの OEM 供給の実績もある。総代理店は水谷自転車株式会社商標の関係上、R&M の開発コードである。 BD-1 と名付けられていた。株式会社ファビタがパシフィックサイクルズ、インクの日本事業部を立ち上げたことこにより、総代理店が変更になった。また、名称も世界的な名称であるバーディに変更された。1996年に発売された初代 BD-1 は18インチのホイールを履き、直線的なアルミフレームを持っていた。 細部の仕様やコンポーネントの異なる多くのラインナップが登場した。2006年より上級グレードから随時2代目モデルに移行し、2008年に販売を終了した。2006年から登場した2代目 BD-1 は従来モデルのコンセプトを継承しつつ、モノコックのアルミフレームが与えられている。走行安定性が向上したと言われる一方、価格も上昇した。 前述の通り2006年からラインアップが随時、モノコックフレームモデルに移行し、2008年には全てのグレードでモデルチェンジが完了した。コンポーネントに一般的なものが使われていることもあり、用途に応じた様々なカスタマイズが愛好家により行われている。また、車輪のついたリアキャリアが R&M やサードパーティーから発売されており、 装着すると折りたたみ時に、ブロンプトンバイシクルのような、転がしながらの移動が可能となる。2015年1月1日より、パシフィックサイクルズジャパン設立のご挨拶、パシフィック日本事業部設立のご案内水谷、自転車株式会社パシフィックサイクルズジャパン設立のご挨拶、パシフィックサイクルジャパン、ありがとうございます。